皆さんこんにちは。MMA 言語化挑戦中です。えっ、ー、と、本編に入る前にえ少しだけ宣伝させてください。えー、今、僕が着てるこの T シャツなど、他にもいろいろグッズを販売しておりますが、グッズを販売しているすずりというサイトのセールが10月8日あまでとなっておきました。えっ、ー、と、この動画いつ公開してるかちょっとわかんないですけど、おそらく、え、ー まあセール直前だと思います。えーともしお買い求め検討中の方はセール中にぜひご購入ください。えー、ということで本編入っていきます。えーと今日はえーと来人の2023年を振り返りながらえ大晦日以降を語るえフェザー級編ということで喋っていきたいと思います。えーと今回まあフェザー級について喋っていくんですけれど、まあう振り返ると。 フェザー級って実は2020年にミクル選手と斉藤選手が、えー、初代、えー、王者をかけて戦ってでその時でもほとんどフェザー級の選手っていなかったわけですね。まあ、朝倉ミクル選手の活躍そしてこう人気に火がついたことによって一気に盛り上が,り、えー、り上がった階級と言っていいと思います。えー、おそらく2020年 時点では、うん、最も層が厚かった階級はバンタム級だったと思うんですけどもう今はもうフェザー級が一番なんじゃないですかねおそらくですけど、うん、まあそれぐらいもう選手層が膨れ上がった、まあ、一番盛り上がってる階級と言ってもいいと思うんですけれど、えー、今年のフェザー級がどうだったかっていうところなんですけど、まあ、ちょっと1年前から少し遡っていくと。 えっとまあ、去年は、えー、牛久選手がチャンピオンで齋、えー、藤選手からベルトを奪ってその後ダイレクトリマッチという形で、えー、斉藤選手に、えー、もう一度勝ってベルト見事防衛で、えー、そのベルトを奪いに来たのが、えー、クレベル小池選手でクレベル選手が牛久選手からあ見事一本勝ちで、えー、ベルトを手にしたと。 いうのがまあライジンフェザー級の1年前の流れですねでこの間朝倉未来選手は、えー、とメイウェザーさんとのボク,チンボクシングエキシビションマッチに専念するということで、まあ、MMA の試合は一切しなかったわけですよねいわゆるライジンフェザー級のベルト争いには一切関わらなかった2022年に関してですね。 でまあ、この話は、まあ、以前僕もしてますが、まあ、青木真也さんの青木伸也選手の言葉を借りるならばライジンフェザー級に関して言えばベルトの価値よりも朝倉未来という一人の選手の価値の方が上回ってしまっているという現状があるというような言葉も出ていて、まあ、現状そうだと思うんですよね。なので未来選手がベルトを目指してくれないとなんかこう盛り上がらないというか。うん まあエース最も数字を持っているエースと、えー、まあベルトっていう価値がまあちょっとこうバラバラになっている。で、えー、まあ去年の前半で言えば、まあ、おそらく一番強いのは誰だって言ったらみんなクレベル小池だと思ってたと思うんですよね。うん、つまり最強ででああるる称号を持ってるであろうクレベル小池選手と ああまあ、最強であろうか最強であろうクレベル小池選手と最強の称号であるベルトは牛久選手でエース朝倉未来っていうこの3つがまあバラバラになっていてなかなかこう1個にまとまっていかないという状況になったわけですが、まあ、クレベル選手がベルトを持ったことで1個まず固まりました。というところで、えー、去年の大晦日からから。 えー、今年にかけて一気にこのフェザー級の上位戦線での潰し合いをライジンは進めました、えー、大みそかに鈴木千尋選手と中原選手、えー、年を明けて2023年、えー、一発目の大阪大会で、えー、堀江選手とケラモフ選手で、えー、4月5月のゴールデンウィークの期間では。 えー、金原選手と山本空選手そして斉藤豊選手と平本蓮選手朝、えー、倉未来選手と牛久潤太郎選手というような形で一気に、えーまあ、上位戦線の潰し合いが始まって、まあ、ここで生き残った選手たちがまあ次のステージに進むみたいな感じで、まあ、事実上のグランプリ状態に突入しましたよね。うん で結果論なんですけれど、まあ、これはまあうん結構僕のチャンネルの中でもこうグランプリが見たいフェザー級グランプリ見たいっていう声がすごく多くてで今回まあ今年に入ってこういうほぼ事実上のグランプリになってるってことに関してだったらもうグランプリ最初からやっちゃえばよかったじゃんっていうご意見もあったんですけど結果論ですがグランプリにしなくてまあ正解だったあっていう まあどういうことかというと、まあ、まず、えー、平本蓮選手に勝った斉藤選手が、まあ、あんまりその後試合をしたがらないというか年1ぐらいでいいっていだから多分グランプリっていう形だったら出なかったあ可能性があるっていうことがまず一つですね。でそして、えー、先ほどお話しした、まあ、潰し合いをして生き残った選手たち同士でさらに次の潰し合いになっていくんですけど。 まあ、鈴木千尋選手がクレベル小池選手と戦うことになりますが、まあ、ここでまさかのクレベル選手が契約体重まで体重を作れなかったということで、えー、王座剥奪ということで試合の結果もノーコンテストということになってしまいましたと、まあ、これグランプリだった場合、まあ、どうなったんだろうという話になるわけですねで、えー、それによって浮いてしまったベルトを 朝、まあ、倉未来対えブガール・ケラモフという試合でここをタイトルマッチにしますということで、まあ、あの話は進んだわけですね。でまあこれはまあすごくいい手だったんじゃないかなという気がします今振り返ってみると、うんまあ、スーパーライジン2のメインですし、まあ、盛り上がる試合にもなりましたしまあ本当だったら。 えー、朝倉海対アーチュレッタの予定であったんですよね、あのー、その同じ日に行われる試合が、まあ、結果、海選手が出れなくて、えー、アーチュレッタ選手と大木久保選手でのタイトルマッチになったわけなんですけれど、まあ、ケラーモフ選手とミクロ選手の試合がタイトルマッチっていう方が、まが、あ、なんかこう興行的にも、うんまあなんかえー、結局、三大タイトルマッチになったのか、あの日は、伊沢選手とクレアロペス選手の試合もあった。 まあ盛り上がったしよかったんじゃないかなと思うんですがまあここでケラモフ選手が圧倒的な強さを見せて、えー、ベルトをこう見事獲得しました。っていうところで、まあ、まず一旦、まあ「ライジンフェザー級2023年」の前半のストーリーが1回終わりっていう感じになりますね。で、えー、お同じ日にもう1個まさかの出来事が起こりました、まあ。これはもう本当にライジン 7不思議の一つかもしれませんが、えー、同じ、えー、スーパーライジン2は、まあ、2部構成の大会で前半はベラトールが行われてたわけです。でベラトールというまあうんまあなんていうんですかね、まあ、仲良くしてる団体ではありますけど仲良くはしてるけど他団体ですよアメリカの。うん、でその他団体のおライト級のトーナメントで欠場者が出ました A.J. マッキー選手が欠場しますっていう。 流れからなんでか代、えーまあ、役でサトシ選手が出るここまではわかりますが、えー、パトリシオ・ピット・ブル対鈴木千尋というカードが <laughs> なぜか生まれるっていうことが起こりここで、まあ、鈴木千尋選手が1ラウンド KO という、まあ、大大番狂わせを起こしましたあ、えー、これによって鈴木千尋という株が急激に上昇。 とということになってまあ一旦そこで、えー、前半のストーリーが止まるということにはなるんですがまずこれグランプリになっていた場合は鈴木千尋選手はクレベル選手に負けたことでもう1回戦敗退でもう終わりになっちゃってたと思うんですよねグランプリであれば、うん、ただしグランプリでなかったので、まあ、そういう、まあ、ちょっと <laughs> まあ 超スーパーイレギュラーマッチに出場し勝ったことで言ってみれば敗者復活みたいなもんでもう一気になんか上位先生にもう一回まあ飛び込めるっていうことになるんですよね。で結果、えー、アゼルバイジャン大会でケラモフ選手とタイトルマッチをやるということになったわけなんですよね。 まあこの辺はさすがライジンというところでしょう、えー。クレベル選手とタイトルマッチで、まあ、結果はノーコンテスト。公式結果はノーコンテストですけど,ですけど、まあ、事実上の負けですよね。あれはもう明らかな実力者を実力差を見せつけられての敗北の直後に本来やれるはずではない、えー、世界的な、えー、トップレベルの パトトリシオピットボル選手と戦える、まあ、ここがまずありえないんですけどなぜ、まあ、か実現してでそこで見事勝利したので、えー、いきなりタイトルマッチ次がタイトルマッチっていうまあ本当にこうわけわからんことになってるんですけど、まあ、繰り返しになりますけどこれがグランプリをやっちゃってたら、まあ、こうはなってないだろうということにはなると思います。でそして、えー、自分の まあこれミスと言わざるを得ないでしょう、えー、クレベル選手、自分のミスでベルトを手放した、えー、クレベル、小池選手はどうなったかというと、えー、まあワンマッチ、タイトルマッチの前に挟ませるとすぐにタイトルマッチさせるわけにはいかない的な理由、まあ、あと、まあ、おそらく興行面もあったとは思います、サトシ選手が怪我をしてしまったりとか。 まあ9月に出場予定だった荻窪選手をスーパーライジン2にスライドさせたりとかまあいろんな怪我人が続出井上直樹選手が名古屋大会決欠場とかまあまあまあそれはちょっと違うかもしれないけどまあとにかくいろいろな事情があってえ9月大会埼玉スーパーリーダで行われた9月大会のまあメイン級の試合が欲しいっていうのもあって。 これは僕の個人的な予想ですがで、えー、金原選手と戦うということになりここで、えー、金原選手が完勝、まあ、と言っていい内容でクレベル選手を下すということになったということですね、うんまあ、が現在の状況で、えー、今現在じゃどうなってますかっていうと昨年の時点では おそらく最強はクレベルだろうと言われてるクレベル小池選手がまあベルトを持ちましたまあ最強とベルトがまあ一種つながったあようやくつながったというところだったんですけど、えー、自分からまあベルトをまあ落っことしたと言っていいんですかねポーンと捨てちゃったみたいな。でそれをまあその落ちたベルトをどっちが先に拾うのかっていうので。 えー、ケラモフ選手とミクル選手が争ったんですが、まあ、ケラモフ選手が <coughs> あっさり取っちゃったとっいうところで、えー、この時点ではクレベル対ケラモフが見たい僕はすごくそ,うその時もも言ったと思いますもう余計なことをしないで早くクレベル対ケラモフが見たい,というトップどころ同士の試合が見たいとどっちが最強なんだと、うんまあ、ベルトを持ってるんだからケラモフ選手が最強だろうけどクレベル選手は別に負けてないと。 いう部分で言ったらクレベル対ケラモフどっちが強いんだっていうのを見たいっていうような話だったんですがまさかのクレベル選手が敗れて金原選手が今まあタイトル挑戦最有力候補という立場になっているっていう状況なわけですけれどそのケラモフ選手に挑戦するのは鈴木千尋選手という現状になったわけですね。もう本当 本当にぐっちゃぐちゃもうぐっちゃぐちゃでもういいところというかまあ本当になど,うどうなっちゃってんだっていう話にはなるんですけれどまあアゼルバイジャン大会で鈴木千尋選手とケラモ選手の勝った方がまあ金原選手とやるっていう。 ことにおそらくななるんだろうなと、まあ、大晦日に、まあ、金原選手のコンディションとあとは11月大会で鈴木千尋選手とケラモ選手が怪我がなければうんっていう話にはなると思いますこれがまあ大激闘でどっちもボロボロの状態になっちゃったら、まあ、ちょっと難しいとは思うんですがそうすると、まあ、まあ別に大晦日にね無理やり組まなくたっていいと思うんで、えー、年をまたいでやったって僕はいいと思ってますけれど。 少なくともライジンフェザー級のベルト争いに関して言うとまあ今、金原選手ケラモフ選手鈴木千尋選手この3人の誰かがまあ来年以降ベルトを巻くんだろうという状況になっているわけですね。まあ、これ、怪我人とかそういうのが出ない限りこの3人以外の誰かがこれに割って入るっていう可能性はまあ極めて低い。 と思いますね、うん。という現状になってしまうと、エース朝倉ミクルどこ行った問題という話になるわけですね。<laughs> まあ正直今ちょっとこの3人にミクル選手が割って入る。 のはうん、まあ、どうなんだろうなという例えばですけどケラモフ選手と鈴木千尋選手がまあどっちが勝つにしても例えば拳が折れちゃったとかがあって大晦日間に合いませんという話になった時にうん金原対朝倉未来を無理やり組んで勝った方がえー 次その勝った方鈴木千尋選手とケラモン選手の勝った方とやりますみたいなのも、まあ、ありっちゃありかもしれないけどまあなんだかなみたいなところは、うん、なんか金原選手は一体何回勝てばベルト挑戦させてもらえるんだみたいな話にもなるんでうんまあどうなんだろうっていうこととあと、まあ、おそらくファンの多くのファンそして来陣関係者が。 見たい組みたいと思っているのは平本蓮だと思うんですよね朝、うん、倉美久留対平本蓮っていうまあ黄金カードと言ってもいいんじゃないですかまあ、人気本同士のこれを何とか実現させたいっていうのはあると思うんですよねで、えー、ライジン側としてはチャンスはあったと思うんです僕この話実は去年から今年にかけてもしてると思うんですけど えー、平本選手がドミネーター選手に勝った時に、まあ、そのやる前から戦前から圧倒的不利だという予想をさ立てられていて三ル選手自身も、まあ、万が一ドミネーターに勝てたら大みそか遊んであげてもいいよみたいな発言をしちゃったのもあったんでドミネーター選手に勝ったことで、まあ、朝倉三ル対平本蓮っていう試合を見たいという声は一気に高まり ましたうん、で僕自身もその時にすぐ動画を上げたと思うんですけどもうさっさと組んだ方がいいと、うん、組むなら早い方がいいっていう意見を言いました。というのは、まあ、いろんなご意見の中でミクル選手がガン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 こう勝ち上がって例えば、まあ、あの時はクレベル選手でしたけどクレベル選手に向かってベルトを持ってで平本選手は平本選手で、えー、トップコンデンダーたちに。 まあ、あの時で言えば、まあ、ベルトを巻く前ですけどケラモフ選手とか金原選手とか堀江選手とかそういう選手を倒してお互いに勝ち上がって勝ち上がってドンみたいなまあよく漫画とかであるねトーナメントの端っこ同士が上がってって最後にライバル対決ドンみたいな、まあ、これは最高に盛り上がると、まあ、まあそれの最たるものが日本格闘技界のトップでいうと、えー、タケル対那須川天心になるとは思うんですが。 まあこれは結構な賭けになるわけですよねあの。お互いがこう上がっていった時にどっちかが落ちちゃってどっちかだけ上がっちゃうっていうこととかそういうこともあるのでもう組めそうな時に僕はさっさと組んだ方がいいというふうなお話をしたと思います。うん、でおそらく雷神的にもそれはよぎったんだとは思いますが一個挟ませようということで斎、えー、藤平本。おー えー、ミクル・ウ牛久というカードをおー同じ大会で組,ん組みましたとでここで2人が勝てばもしかするとその2人のカードを次にでドンっていうのを考えていたかもしれませんえというかおそらく考えたと思います実際ケラモフ選手うとミクル選手が戦うってことになった時にあおり V だったかな,なんかミクル選手が榊原さんから「 次平本どうだって言われたけどいや次平本はないでしょって言ってケラモフ選手を指名したっていうことを本人が言ってたので来人的にはやっぱり平本蓮と浅倉未来は組みたいんだと思うんですよね、うん、ただあのタイミングで確かに浅倉未来と平本蓮はなんでってなってたと思いますだからまあやっぱりタイミングってあるんですよねマッチメイク っていうのはお互いが勝ってる時かお互いが負けてる時負け同士でもうこれ以上後がないよっていう時にぶつけるか一気にもうなんかもうどっちが強いんだっていうふうになってる時もしくは片一方の選手が明らかに立場が下で片一方の選手が明らかに立場が上で上の選手が落ちてるで下の選手が上がってるっていう時だと。 組みやすかったりはするんですよね。まあ、ちょっと違うかもしれませんが、C てなる近いのは朝倉ミクル対萩原京平はそれに近かったかもしれないですよね、うん。萩原京平選手が平本蓮選手に勝って、まあ人気を獲得して一気になんかライジンの人気選手って上がってる時にミクル選手はクレベル選手に負けてしまって。 ちょっとこう再起をかけなくてはいけないというタイミングだから、まあ、組みやすかったっていうのはあったと思うんですけれど、まあ、今のおこの現状を考えると僕は組めなくはないタイミングだと思います。うん、平本選手は斉藤選手に負けて、えー、ちょっと今、うん、落ちてると。三ル選手は、まあ、ケラム選手に負けたっていうことで。 まあ,落ちてるとまあ落ちてるもん同士もうあとないよっていうまあ本当はね上に上にの状況で組みたかったかもしれないですけど僕は結構この下に下がってる時同士の対決っていうのは結構ヒリヒリして好きなんで、まあ、僕はこの大晦日で実現してほしいなっていうのはうんありますしあと朝倉未来選手の立場からすれば、まあ、ケラモフ選手に負けてしまっ で先ほどお話したようにケラモス選手は今度鈴木千尋選手とで次のチャレンジャー誰だって言ったら、まあ、怪我とかそういうこと問題がなければ金原選手はもうほぼほぼ間違いないっていうことになってますからミクル選手が今上位陣とや,るやれる理由がちょっとないんですよね。うん今ミクル選手手が当たるべき相手って で誰ですかっっててななるとと、うん、ちょっとこう名前が出てこない。もう本当にそれこそこ繰り返しになりますけどまあ鈴木千尋選手と寺本選手の勝者が怪我で大晦日出れないで無理くり金原選手と組む以外にちょっといないわけですよね。ってなると今年のライジン・フェザー級の上位戦線の潰し合いをした選手 のまあ、負け同士で組むしかないっていう話になるんですが、まあ、山本そら選手とか、まあ、負けた選手ってなると、まあ、堀江選手はライトに上げちゃった、まあ、あとまあ勝ってるっていう意味ではありますけど斉藤選手と3回目をやるのみたいな話になってくるとちょっといないんですよね今朝倉未来選手がやるちょうどいい。 相手っていう,うんまああとそうですね白河陸人選手に勝った中原選手とかみたいな,なんで今ちょっとあんまりこう次ミク玄やるならこいつだろっていう感じのカードがパッと出てこないと。ってなるとまあ平本蓮っていう名前はどうしても必然的に上がってくると。 思いますしうん、まあ、あとミクロ選手は、まあ、上位陣としっかりずっと戦ってきたと思うんですよね斉藤選手にベルト争いで負けて、まあ、その後、まあ、あの契約体重の問題いろいろありましたけどノミネーター選手うーと戦って、えーでまあ、その後まあまた。 斉藤選手ともう一回やったりとかあもあって、まあ、牛久選手とも戦ってで三黒選手自身自分で言ってますけど、えー、ライジンでベルトを巻いたことのある斉藤選手牛久選手っていう元王者2人を倒してるとっていう部分で、まあ、ちゃんとフェザー級の中でトップ先生にいるっていう実績をまあしっかり作れてる選手ではあるこれはもう間違いないと思うんですけど逆にその上位先生の選手にしっかり勝ってしまってるが ゆえにもう開戦線というか中堅選手の挑戦を受けなくてはいけない立場になっちゃったなっていう気もするんですよね。だからまあちょっとライジンがそういうふうなマッチメイクをするかどうかわかりませんがバンタム級で言うと昨年でいう元谷選手のような立場、うん トップどころにはあ負けててしまっている井上選手に負け滝沢選手に負けっていうような立場であった本谷選手で、まあ、上位陣とはなかなか、まあ、その結果出てないってなると中堅どころの潰し合いから上がってきた選手の門番的な上位陣への門番的な役目をやってそれを全部止め続けてやっぱり本谷勇気強いんだっていうのを見せつけて。 朝倉海戦までこぎつけたっていうそういう立場にもしかするとならざるを得ないというか、まあ、まあライジンがそこまでするとは思わないですけど少なくとも次はまあそのチャレンジャーに誰がふさわしいのかっていうのはあのいろいろな議論があるとは思うんですけど。 うーんなんか例えば中原選手とかとやって負けちゃってもしミクル選手がってなるとなかなかこう結構きついと思うんですよね、うん、だったら平本蓮に負けてくれみたいな思いもあると思いますしまあ別に中原選手と仮にやった時に何ていうんですかねこう運営側として、まあ、こっちの選手の方が勝ったら盛り上がるなぐらいはもちろんあると思うんですけど あからさまにどっちかに勝ってもらわなきゃ困るよっていうもうそういう時代でもないと思うんで昔はそういうのでちょっと八百長近いものがあったとかいう噂もありますけどプライドの時とかね、うん、まあ今のライジンでそういうことがあるともちょっと思えないんでそういったことを考えると、うん、まあ純粋に実力で、えー、勝ってしっかり強さを見せて、えー、ベルト争いにもう一回戻っていくというのを見せなきゃいけないんですけど。 ク来、まあ、選手がどのぐらいのモチベーションで臨んでくれるのかっていうところではあると思うんですよね多分相当キャラモン戦はショック精神的なショックが大きかったうんだと思いますしうん、まあ、あの負け方は結構きついそれはもうそうだとはうん思いますただまあそれをね僕は乗り越えて、まあ、もう一回ファイターとしてふ しして欲しいなっていう、うん、思うんですよ、ねうん、まあ本当にあの強い選手はみんないますけど日本人の歴代の、うん、堀口選手だって負けは経験してるんですよねあのデメトリアス・ジョンソン選手とやる前に、まあ、シュートで上田選手に負けたりとかしてますし、うん、ほとんどの選手が負けを経験して負けてから強くなるっていう。 あの無敗で、えー、もう世界王者 USJ のチャンピオンとかまで行くのは、まあ、この話何回もしてますけど、えーえー、ヌルマゴメドフさんぐらいのもんでほとんどの選手がどっかでつまずく、うん、でそしてつまずいた時にそれによって自分の、まあ、弱点だったりそういうものを磨いてより強くなるっていう、うん、そういう経験をみんなしてるので、まあ、ぜひここは、うん、このはっこ 負け勝、ね、糧にして勝ちてほしいなと思いますしまあ平本蓮選手はなんか今どのぐらいのモチベーションなのかそれこそツイッターをちょっと休んでて最近また復帰して太田選手と絶賛を繰り広げてますけどまあなんか太田選手と平本蓮選手がフェザー級でやるとかっていう話になってますけどまあ僕はなんかうんそれは別にどうなんだろうなっていう。 まあそこで勝っても平本選手の株が上がるかっていうとなんかそのフェザー級で立ち位置が上がるとも思わないんですよねバンタム級の選手に勝っただけじゃんってなるしで太田選手からしても、うん、フェザー級で結果を出してその後フェザーに転向するっていうんだったら話は別ですよ、うん、で,すですけど、うんまあ、それってあんまり。 意味がないいっていうか自分の階級で結果出さないと、うん、全然、うん、評価にはつながってこないと思うんでそういう意味でもまあお互いに、まあ、そのエンターテインメントの、ね、一環としてもうファンを盛り上げるためにやってるんだと思うんですけど、まあ、自分の階級の、うん、ライバルたちと戦った方が、うん、僕はいいとは思うので。まあ平本 選手がまあちょっとなんかツイッターで静かになったり騒いだりっていうのは僕の僕は希望ですよ僕の希望は朝倉美久留戦に向けてのあの布石というかねえ伏線なんじゃないかなという <laughs> もう希望です、うん、で美久留選手もなんかちょっと今沈んでる雰囲気出してるのも、うん、その伏線を張ってんじゃないかなっていうような <希>望 <laughs> ですねというかまあここでこのカード組まないと僕はもうないんじゃないかなってもうこの大晦日かで組まなかったらなんかない気がするんですよね。うん、まあこういうのって巡り合わせなんで巡り合わないことが起こっちゃうんでまあ僕はうん,なんかそういうのがあると思ってるんで。 朝倉海対井上直樹はなんかいずれ見たいと思ってるんですけどなんか今回なかった今年なかったらもうないんじゃないかなと思っててまあ分かんないですけどねこれはなんか論理的にどうだこうだっていうよりはなんかずっと格闘技を見てきた勘みたいなもんでなんかこういうこうやってほしいやってほしいって盛り上がった時にこうガチャッと組めなかったのがんかがすれ違っちゃったりすると。 結局そのまんまずっと巡り合わないみたいな、うん、まあ青木深也対秋山みたいなね <laughs> なまあ十何年後にこう巡り合うみたいなこともあるはあるんですけどまあ僕はなんか今年が勝負な気がするんですよね、うん、なんかそこで組まれなかったらもう組まれないんじゃないかなっていう、うん、気がしてますね。 なので、まあ、フェザー級のタイトル戦線は先,先,先ほどお話しした話に戻ると、えー、金原選手と鈴木千尋対ケラモフの勝者もうここに、えーまあ、絞られてしまっているというところなんですけど、うん、まあそうですね、うん、平本連対朝倉未来ないかな今年っていう。 まあもしかしたらありえるとすれば朝倉未来対クレベル小池大晦日これも僕は結構ワンチャンあるんじゃないかなっていう楽しみではありますね。負けて負けての2人ですからね、うん、負けて負けてお互い負けがついてる状態でもうここでやって。 あの負けた方はもう連敗どっちかは絶対連敗になっちゃうっていうタイミングでこの2人がまさかやることになるとはっていう <laughs> それもそれでヒリヒリするし、うん、まあまあ本当にライジンフェザー級は層が厚くなったっていうことですよね、うん、エースミクル選手が負けてしまって、うん、次再起をかけてとりあえず一戦挟ませましょうみたいなちょうどいい相手を 用意しますからみたいなのがちょっともうできない階級になってると思うのでまあ次楽な相手は選べないと思いますよね。まあ、本人がやる気なら、うんうん、次しっかりこうファンが納得する相手とやってもう一回ベルトに、えー、取りに行く来年以降ベルトを取るっていうそういうストーリーを描きたいと思うのでまあほんと誰を選ぶのかまあクロ選手が選べるわけでもないと思うんですけど。ライジンが誰を 選ぶのか、うん、まあ、本当面白い階級だなと思います、ね。えー、という感じで、今日は終わりたいと思います。ではでは。